Alternative Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第124回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。今日さ、TBS に来る前にさ、喫茶店で、ちょっとネタ合わせしてたんですよ。キングオブコント間近いから。そうね。したら喫茶店から出る間際に、もぐらが、ここ最近ちょっと彼女のことをいじりすぎたから、これあげるよっつって、ディズニーランドのペアチケットくれたんですよ。あげました。まあ、誕生日プレゼントもあるしね。その水川にあげてなかったからね。ああ、まあまあね。うん。あげました。いや、全然。何、どういう風の吹き回しなの？だから俺はさ、その祝福はしてるんですよ、あなたたちのことをね。その俺が怒ってるのは、お前が隠したりとかね、リスナーの前で嘘をついたりとか、そういうことに対して怒ってるわけで。いや、まあ分かってるよ。あって、でもなんかやっぱさ、ちょっと先週先々週とさ、要はちょっと言い過ぎちゃってるかなと思って。言い過ぎたわ。そう、ちょっとお兄ちゃんに火つけられちゃって、やっぱり今日はいないけどね。他の兄ちゃん。他の兄に火つけられちゃってさ。そう。だから、なんか、水川の彼女が、なんか、私が悪いのかなみたいになるのはちょっと違うなと。なんとも思ってないよ。悪いのはあなたですから。あなたが悪いんです。そう。自分で買いに行ってくれたの？いや、まあ、一応俺と、あとまあ、トミちゃんとも会ってたから。で、奥さんと一緒に、まあ俺が言ったけどね、ディズニーとかいいんじゃないって。まあ、トミちゃんも言ってたし、なんか言い過ぎてんじゃないのみたいな。まあ確か俺もそう、まあ自ら責めてるつもりだったんだけど、彼女が嫌な風に思っちゃったら、なんかそれはちょっと違うんだよなと。俺の攻撃の矛先はやっぱお前だから、そのお前が隠してんのが悪いんだよっていうことだから、俺はお前に抗議したいんだ、だから。抗議するの。いいよ。いいよ、そんななんかもう一回。モグ国はね。M 国は。空気階段の踊り場。改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。M 国投手鈴木もぐらです。水川かたまりをぶっ壊す。ぶっ壊さないで。ぶっ壊さないで。ぶっ壊しては今の。ぶっ壊さないでほしい。なんでぶっ壊すんだよ、水川かたまりは。ますますぶっ壊してる。警報校も立ち上げるから、そんな。来週も来るからな、俺ここに。そりゃ来るだろ。このブースに来るからな、お前の前に。来ないと困るよ。まあ、さてさて、あのね、先週の土曜日ですね、水曜ジャンク山里さんの不毛な議論のイベントの、他力本願ライブに、空気階段も出させていただきまして。はい。はい。お越しくださったリスナーの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、大キャパシティでね、1000人ぐらいですか、そこヒューリックホールが。そうね。ね、満員でしたね。満員御礼で。ありがとうございます。で、ね、我々ね、空気階段の踊り場のリスナーの方もね、結構来てくれる。そう。なんか嬉しかったね。あのさ、最初のオープニングで、山里さんが一人で出て行って、その、各番組の聞いてる人拍手みたいなのあって、まあ最初不毛リスナー拍手みたいな。で、RP リスナー、後ろシティリスナー、ハライチリスナー、最後に空気階段リスナーみたいな感じだったんですけど、結構ね、大きな拍手を。いや、そうなの。いただいて。嬉しいですよね。最初さ、番組始まって1年目にラジフェスに出させていただいた時とかさ、500人ぐらい、お客さん見てて、空気階段の踊り場聞いてる方いますかっていうのでほとんどいなかったじゃん。そうね。10人。500人いて。いるかいなかったぐらい。そんな感じだったのに。ねえ、たくさんの方が聞いてくれるようになってね、嬉しい嬉しいですよ、本当に。他力本願ライブっていうのはですね、リスナーが書いたネタを芸人がプレイヤーとして実際に演じるライブでございまして、はい。まあ、一組2本ずつネタをやってね。で、各組ごとに指定の落ち台詞が決まってまして、はい。で、空気階段の場合は、
言わんこっちゃなさすぎっていうのを指定させていただいて、うん、それに沿ったネタを送っていただきましてね。そう。これはだからこっちで考えてる。だから要は水川が指定、考えてるんでね。そう。言わんこっちゃなさすぎっていうのは。うん、それに合わせて送ってもらってると。はい。それが、ラストのフレーズにありますんで。これ相当なんか、ね、俺は相当難しいかなって思ったんだよ。言わんこっちゃなさすぎっていうのは。いや、俺としては、うん、その、別に、最後の下りぐらいで、うん、そういう言わんこっちゃなさすぎみたいな下りが、あれば。あれば全然。って考えたら別にそんなに難しいあれじゃないかなと思って。あんま限定しすぎるとネタの設定とかまで結構限定されちゃうから、うん、逆にむずいかなと思って。いや、これはこれで難しいと思ったけどね。うん。まあでもそれを見事にね、うん、乗り越えてくれたので。そうなんですよ。リスナーの方が。すごい。はい。今週の水曜日の不毛な議論で、一本目に僕らがやった、なりすましメールのネタが流れたんですけれども、はい、今日はね、この踊り場で、ラジオネーム、お布団ビーバーが書いてくれた、二本目にやった、デリヘルのネタをオンエアしたいと思います。いいネタなので聞いてください。どうぞ。でも女の子下ついてからもう上がってくるってさっき連絡いただいたじゃないですか。もう20分ぐらい経ってんですけど、これ部屋間違ってんじゃないですかね。201号室なんですけど、あ、多分今来ました。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。はいはい、失礼します。はい、今開けます。ええ、お待たせしました。お邪魔しまーす。え、なんすか。ミカです。ミカですよ。じゃあさっさとシャワー浴びちゃおうか。待って時間ないでしょ。これ60分コースでしょ。ねえ、待っておじさんじゃん。ひでえじゃなくて、ひでえはこっちだよ。これもチェンジとかそういう次元の話じゃないから。チェンジしちゃったんだよ。チェンジしてないの。いや、チェンジしちゃったの。いや、だからここに来る途中のエレベーターでこのおっさんと体がぶつかって中身チェンジしちゃったんだよ。入れ替わったってこと。うん。まあでもテクニックはそのまんまだから安心。いや、ちょっと待って、そんな話信じられるかよ。信じられないか。本当なんじゃない。あなた今のこの状況俯瞰で考えてごらんなさいよ。これがもし嘘だったら怖くない。この状況嘘の方が怖いでしょ。まあ確かにそうかもしれないですけど。ねえ。まあ、ねえじゃなくて、でもだいたいもう一人だから、そのあんたの体におっさんが入っちゃったんでしょ。そのもう一人の方はどうしたの。ああ、そっちはね、何されるか分かんないから、とりあえずスタンガンで気絶させてゴミ捨て場ぶち込んで青いネットかぶせておいた。すげえな。自分の体でしょ。でもこの体見て、ほら。ぷにょぷにょ。ぷにょぷにょだよ。そもそもが変な女の子だな、わらび餅みたい。ぷにょぷにょ。どうしたの。ちょっと泣かれると困るから。なんで私がこんな体になんなきゃいけないの。急に。なんで私がこの体にならなきゃいけないの。私何もしてないのに。膝が痛い。なんか、お茶でも飲みますか。いらないよ。
そうだ。何？あ、待って待って、危ない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 。まだまだあんたと入れ替わったおかましやわ。ちょ待って待って、無理無理無理。怖い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 。なんでなんでここで。痛い。なんでこことここで入れ替わんだよ。自分の体を起こしてそれで入れ替わんなよ。そうよね。なんだかちょっと私混乱してたみたいだわ。ありがとね、あんたと入れ替わっても、まあそれはそれでなんか嫌だし。なんだよお前。ありがとう。いや、こうして俺が早く、私が勝手に動き出したら大変だから早く行かないとね。ありがとね。そんな急いだらまたぶつかるぞ。ほら、そうだろう。にゃん。言わんこっちゃなさすぎ。いやー、何やなんて。いやいや、いいネタですね。いやー、ほんとね、うん、すごいよね、これを書いて送ってきてくれるって、ね、うん、お布団ビーバー、お布団ビーバー、ね、うん、お布団ビーバー、女性でしたからね。そうなんですよ。それに関してもね、メール届いてて。ええー、ラジオネーム、玉梨ペンタロウ、はい。先日行われた、他力本願ライブ、見に行かせていただきました。はい。めちゃくちゃ面白くて大満足でしたが、うん、特に印象深かったことが、うん、空気階段さんが演じたデリヘルのネタで、うん、もぐらさんが、このデリヘルのネタ書いたやつは、デリヘルを利用したことがない、と断言したら、なんとそのネタを書いた方が女の方でした。鈴木もぐらのもぐら探偵プリに驚かされました。そう。ね、最初に台本送っていただいて。そうです、はい。で、その僕が決めてね、うん、これにしたわっていう、ね。そう。で、もぐらに渡して、もぐらが最初一読した後に、うん、こいつデリヘル行ったことねえなって言って。そう、なんかね、多分、今、皆さんお聞きいただいたネタは、モグラがちょっと変えてるんですよね、その、序盤の部分を。そうね。最初はね、今1時間ぐらい待ってるんですけど、女の子全然到着しないんですけど、どうなってんすかみたいな感じで、僕が電話で、うん、その、デリヘルの人に、切れてん、うん、そうそう。でも、そしたら、ピンポンって言って、来て、来て、で、まあ、ここに来るまですごい大変な思いをしたと。うん、その、おじさんがね。おじさん。で、ここに来る途中で、実は、うん、おじさんとぶつかって入れ替わっちゃって、来たんだよっていうネタだったんで、ね、うん。ただ、その、デリヘルヘビーユーザーのモグラからしたら、これはおかしいと、うん、矛盾があると。いや、そうそうそう。どこが違ったの？だから、そう、お前もね、だから気づかなかった。それ、デリヘルあんまっていうか全然呼ばないからね。なんで責められるんだよ。いやいやいや、お前のだってフィルターを通って俺に来たんだから、だって。そう。まあ僕はだからデリヘル利用したことがないから別に何の疑問も抱かなかったんですけど。そこがだから、まず、デリヘルっていうのは、うん、必ずドライバーがいるんです。そう。らしいんですよ。そうです。だから、女の子1時間遅れてたじゃない。はいはい。で、1時間遅れてるってことは、うん、システムで言うとドライバーさんが女の子を届けて、うん、で、女の子が今入りましたみたいなのを電話受付にする。はいはいはい。僕らが、そうそう。俺が、そう、この電話受付の位置にいたんだけども、はいはい、で、そこで時間をスタートさせるから、うん、だから、お客さんもおかしいと思ってるけど、店側もまずおかしいと思ってるんだよ。うん、女の子から連絡がないと。そう、女の子は連絡ないんですけど、うん、どういうことですかっていうのは、うん、で、これを、まずドライバーなり、うん、女の子なりに絶対店側がね、うん、やりとりでかましてるから、はいはいはい。そう。だから、あの状況がまず、そんなにないと、うんうんうん。で、あるとしたら、まあ悪い店ね。はいはい、要はその、お客さんに文句言われるまでは、うん、まあずっとそのまま黙っとこう。はいはい、っていう店だとあり得る。うんうん、ただ、その後、うん、女の子がここに来る途中で入れ替わったっていうのがあるから、うん、はいはい、そうしちゃうと女の子一人で来てることになっちゃうよね、はいはいはい、そう、ドライバーがいないじゃないかと、うん、そういうのでこれぐちゃぐちゃだなと、うん、あ、こいつもう確実にデリヘル使ったことないっていうのは、うん、もう分かりましたっていうのをね、はい、渋谷の真っ昼間の喫茶店で大声で熱弁されて、で僕もさもうすぐ合わせ結構時間がなかったから時間がとりあえず合わせてセリフを覚えたいって言うんだけど、もぐらがうーんってなって、これどう変えたらいいんだろうみたいな、いやホテヘルにするか、いやホテヘルでもやっぱその時間おかしいよな、いやじゃあデリヘルで最初おじさんが入ってきた時にドライバーさんですかって聞いたらいいのか、
めっちゃ熟考し始めて、うん、もう時間ないから、合わせたいから、もう何でもいいからっていうので、すごい、ちょっとね、喧嘩みたいになって、うん、デリヘル問題で。デリヘル問題で、ね。そう。そう。お布団ビーバーがデリヘル状だっていうこともこれはないな、というのもありましたしね。まあね。女性の方ですけど。そう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 、うん。そこだけちょっと苦労したけどね。お布団ビーバーね、大気本願ライブ4の時に、うん、初めてネタを投稿して、一、うん、本台本書いて、うん。で、それですごい楽しくて、去年芸人になったって言って。いやー、すごい。そう。めちゃくちゃ才能すごいよ。すごいよ。面白いネタ。コンコンパレードっていう、うん。コンコンパレードね。うん。うん。そう、すごいよね、うん。男女コンビだっけ？あ、男女コンビって言ってたね。ねえ。ええ、うん。これ要注目ですよ。要注目です。ええ。小石崎さん要注目です。コンコンパレード。ラフターナイトのね、キャスティングも小石崎さんやってる、ね、ええ、はい。よろしくお願いします。はい。ええ、あとね、もう一つメール届いておりまして。ええ、ラジオネーム、ライヘンバッハの竜。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。こんばんは。先日の TBS ラジオアルコ&ピースの DC ガレージで、うん、アルコ&ピースのお二人が空気階段も出演したたりき本願ライブの打ち上げの話をしていました、はい、お二人の話によるともぐらさんはその飲みの席で刺身の盛り合わせに入っていたカツオのたたきをひたすらこれイワナの湯引きです、絶対イワナの湯引きですという何の膨らみもない謎のトークを繰り広げ隣に座っていた南海キャンディーズのしずちゃんを困らせていたそうですね。おいもぐら、ライブの打ち上げってのは芸人が信頼関係を築く場でもあるだろう。ちゃんと女子にも受けるマシなトークをしてくれよ。そして塊、ライブに出てた芸人の中でお前だけアルピーのトークに名前が出てなかったぞ。お前こそ打ち上げで空気になってどうすんだ、もっとしっかりしてくれよ。っていうね。いやあれイワナの湯引きにしか見えなかったんだよな。本当に。だってカツオのたたきでしょ。カツオのたたきなんてカツオのたたきにしか見えなくない。いやあれね、カツオのたたきにしたら白すぎんのよ。本当にね、あれだけなかった。あるよ、白いやつ。白いやつだよ。5種盛りぐらいだったんですよあれ。刺身がね。あ、刺身ね、マグロは確実にわかる。マグロはね。うん、でサーモンもあった。タコもあった。タコもあった。うん、サーモンもあったでしょ。はいはい。であとタイかな。うん。タイかカンパしか忘れちゃったけど、はい、あったよね。で、一個だけ、うん、そのなんか白身魚みたいなのに、うん、周りが、うん、その指かれてるっていうか、うん、熱を通して、はいはい、でそれをこう切ったような刺身があって、うんうん、で、最初、うん、誰だったっけな、最初、酒井さんから、うん、か、もしくはその、原市の岩井さんが、うん、これカツオの叩きだろうな、これ、みたいな。うん感じで言ってたの。なんだろうな、うん、でもこれ、カツオの叩きかな、はいはい。で、そこで俺が、うん、いや、これカツオの叩きなわけないじゃないですか、と。うん、カツオこんな白くないですって、と。うん、これイワナの湯引きだ。これだけなんだろうな、みたいなのがあって。でも食えばわかるだろう、と。思って、うん、で、いただいたんですよ。うん、そしたら、うん、これビントロだなってなったの。第三の。ビントロなの？ビントロじゃねえか。で、それ、酒井さんも、それ同意してくれた、うん、あ、もう多分これビントロだぞ。うん、俺もビントロだと思う、みたいな、うんで。ビントロを、お湯に、うん、通して、うんで、それで刺身みたいに出すって、うん、そんなことありますかね、と。まあまあね、なかなか聞いたことないな。うん、でビントロっぽい味っすけど、うん、これ絶対言わなっすよね、みたいな。まだ言い張るんだよ。そうそう。それを聞いて、しずちゃんさんはどういうリアクションし、いや、もう何、こいつら何、何言ってんだろうみたいな。本当に、バカ中学生を見るような目で見、はい、うん。でも、それが、ね、で、多分結局、店員さんに聞いて、うん、あ、カツオの叩きだったみたいな。すごいですよ。カツオの叩きがビントロなんだから、味。あ、そんな。めちゃくちゃいい店だよね。臭みみたいなのも取れてさ。ああうん、お前誰とも喋ってないよ。いや、僕喋ってたですよ。僕は結構離れた位置に、アルピーさんと離れた位置にいたから。誰と喋ってたの？ね、澤部さんと、あと、Q の、仁義なき。うん、ネタライブ、ね。ネタライブ、その前に、たりきもライブの。昼にやってたやつ、ね。昼にやった、うん仁義なきネタライブに、Q さん、タイタンの、先輩、うん、出てて、うん、Q のピロさんが、チンコでかすぎるっていう話をずっとして
M とか M なんだよね。そう、ピロさんが、一回、そう、M で、うん、で、北海道のエロい女に会いに行くために、うん、北海道にド S のエロい女がいるっていう情報がなんか、ピロさんの耳に入って、S 情がね。そう、俺は行くしかないっていうので、うん、ピロさん、チンコがでかいから、うん、その、オリジナル、DIY で、その、なんつうの、SM グッズを作るんだけど、ドゥイット言わせる。ドゥイット言わせるみたいな。チンコがでかいから、うん、普通の市販の低層帯だと、効かないから、うん、入んないと。オリジナルの低層帯を作って、うん、要は低層帯ってなんかその、チンジが立った時に、それを押さえつけるみたいな、うん、あ、そうね、ものらしいんだけど、それをオリジナルで作って、うん、なんか息をよとカバンに詰め込んで、北海道に飛び立とうとしたら、荷物検査のところでビーって引っかかって。で、あれ、何ですかつって、ちょっと中見ますね。つってもう、SM グッズが出るわ、出るわ。これ何ですかってね。もうでも、なんか言い逃れもできないから、まあね、その、ちょっとまあ、その、性的なグッズでっていうので、半分ぐらい募集されて、すごい、もう最低限の SM グッズだけ持って北海道に行ったみたいな話とか。超面白かったんだけど。これ話でいいのかな、これいいのかとじゃないんだけど、ピロさんに。ピロさん言ってんのかな、表で。一回テレビで話したとは言ってた。ああ、じゃあ大丈夫、ね。名古屋の番組で、うん。そう、マゾヒストだってことはもう、うん、完全に言ってますからね。はいはい。うん、ピロさんは、うん。みたいな話をしてました。そうです。はい。まあ、それは、まあまあ、それは、うん、言わないよ、ね。そんな話。それは名前出ないよ。まあまあね、本当に楽しいライブも打ち上げも時間でしたので、うん、また来年もね、出させていただけるようであれば、はい、ぜひぜひお願いします。ね、まあ、お願いしますね。来ていただいた皆さんありがとうございました。はい。それではこちらのコーナー行きましょう。もしもし、コータン？昔はですね、息子の彼女によく点数をつけていた水川のお母さん、通称萌ちゃんですが、最近はなかなか採点してくれることがありません。ということで、その萌ちゃんに点数をつけてもらうコーナーでございます。いい曲ですね。これなんだろうね、正式名称知りたい。このバカの、ちょっと聞きますか、これ。まだ一緒になるけど、ここサビね。なるほど、サビから始まるタイプのやつだったんだこれ。そうね。で、メロがあって盛り上がるサビがあった。ララララブソングと一緒だ。なるほどね。終わっちゃったこれ。終わった。短いんだ。まあ、大事なポイントとしてですけども、はい、コータというのは、はい、水川かたまりの本名でございます。そうですね。それだけやっぱりお伝えしておかないと、ね、うん。最近、萌ちゃん、言ってましたなんか。先々週ですかね、ちょっと下ネタのメールが送ってきたじゃないですか。結構その下っていうかね、送ってきて、もう放送終了直後、1時とかに、バカ野郎なのかっていうラインを届きました。本当に。バカ野郎なのか。ふざけんなよってことなんだよね。うん、だと思います。抗議は来てると、はい。母さんは下ネタは嫌いだよっていうのは。まあでも振りでしょ。知らないよ。バカ野郎なのかっていうのは振りだと捉える。でもダメダメダメ。簡単に。先々週のひどかったね。本当に。それでは、早速参りましょう。ラジオネーム、東北自動車道。はい、水川です。もしもし、お母さん？カノー姉妹のカノー京子さんって、人として何点だと思う？ 100 点でいいよ。じゃあ、カノー美香さんは人として何点だと思う？ 99 点かな。なんでだろう。じゃあ、カノー京子さんの美しさは何点だと思う？100点でいいよ。うん。じゃあ、加納美香さんの美しさは何点だと思う？99点かな。なんで？じゃあ、加納京子さんのおっぱいは何点だと思う？100点でいいよ。
じゃあ、加納美香さんの。99点かな。これなんでですか。なんでだろう。マジでわかんないわ。どっちかというとなんかね、美香さん側の人の方が多そうな気がするけど。するよね。世論はね。なるほど。こうしてみると、この1点ってなんかね、うん、たかが1点されど1点されどだよね。こうでかい1点の気がしてきますね。はい。はい。では続きまして、ラジオネーム、うな重うなぎ抜き。はい、水川です。あ、母さん、今から大喜利の問題出すから答えてね。お笑いコンテストの審査員が言った、びっくりする発言とは？採点しないわよ。お、いいねー。じゃあ次のお題ね。俺、カラオケの機会に同情されてるなー。なんでわかった？100点でいいよ。ありがとう。母さんまた大喜利答えてねというパターンを変えてね、うん、これもいいですよね、まあ、大喜利の問題として強引だけどねこのカラオケの採点機能登場してるのはどんなのってそんな大喜利の問題出んねんバッチリじゃなくて100点でいいよバッチリですで、今週ラストですね、はい、ラジオネームほくろミット。はい、水川です。もしもし母さん、今何してんの？採点しないわよ。え？何？母さん？99点かな。ねえ、母さん。大丈夫？採点しないわよ。母さん。母さん、どうしたの？母さん？99点かな。採点しないわよ。99点かな。採点しないわよ。99点かな。僕は、その時初めて気がついた。母さんは、壊れてしまったのです。それはもはや僕の知っている母さんではなく、ただひたすらに採点し、視界に入るすべてのものに序列をつけ続ける空虚なガラクタであった。母さん、ごめん。母さん、僕が間違っていたよ。母さんを番組のコーナーに利用するなんて、僕は息子失格だ。こんな息子、0点だよね。100点でいいよ。母さん。なんだよこれ。寄生獣みたいな。またお母さんと取られた時の。ついに壊れてしまいました。もみちゃんですけども。来週は治ってるといいですね。あんまりダメだよ、酷使しすぎると。壊れちゃうから。酷使採点させすぎるとね。若くないんだから。こんな感じで送ってください。宛先は踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは ri です。はい、水川です。もしもし、お母さん、モグラがディズニーのペアチケットくれたよ。100点でいいよ。空気階段の水川かたまりです。鈴木モグラです。私もぐらはいびきがでかすぎて漫画喫茶を出禁になったことがあります。ウェイウェイウェイ。マイナビラフターナイト、空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。はい。先週発表しましたですね、番組初のイベント、空気階段の大踊り場なんですけれども、はい、11月28日木曜日、赤坂の草月ホールで行います。はい、はい。会場が夜の7時、開演が7時30分となっておりまして、うん、ゲストに踏んでもいい男こと岡野陽一さんも出てくれますのでね。はい、いいね。ね、なんか本当はどうでもいい男とかね、うん、いるけど、うん、踏んでもいい男って言ったらいないですからね。皆さん来て踏んでみてよというね。チケットが前売り3000円でございまして、はい、この後深夜1時からチケットピアで、先行受付が始まります。お、この先行受付なんですけれども、うん、早いもん勝ちではないので。あ、そうなんですか。この後1時から受付開始しまして、9月7日土曜日の期間内に申し込んでくれた方の中から、うん、抽選になります。あ、なるほどね。はい、はい、
じゃあこの後すぐ応募しても外れるかもしれないし、外れるかもしれないし、9月7日ギリギリで当たる人もいるかもしれない、うん、はい、ただ応募しないと当たらないので、まあ、そうですよね、はい、応募はなるべくお早めにってことですね、お忘れず、はい、うん、ぜひぜひお待ちしてますんでよろしくお願いします、プロポーズのね、プロポーズの覚悟とかそういうのは、なんで言うの？あのそんないい、なんか別にもし仮にプロポーズしようっていう気持ちが俺の中にあったとしても、ああ決めてたのね。違うんだけど、違うんだけど、どん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 その可能性が減っていっちゃうから。星崎さん決めてましたわ。いやしないよ、しないんですけれども、みんな来てくださいということです。もぐらすべてのメールの宛先は、はい、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン、私現役コンビニ店員からの今週のコンビニ情報です。コンビニ情報だ。アイスのコーナーにアイスまんじゅう登場しました。激牛激牛ぜ。もう冬ですから、ね